こんにちは、りょうこばあばです。前回ね、ガーベラのお花を編んだんですけど、これに茎と葉っぱをつけて仕上げようかなと思うんですよね。で、ガーベラの葉っぱの編み方なんですけど、こんな感じで図に書いています。それでこれをね、編もうかなと思います。編み始めがですね、編み始めがここなんですよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 で、立ち上がり1目含めて21目鎖編みを編みます。21目鎖編みを編んできました。そしたらですね、1,2,3 目、細編みを1回2回3回ですね、編みます。隣の目に1,2,3 目編みますね。そしたら中長長編みと編みます。かけて隣の目に中長長編み長編みを編みますね。そしたら今編んだ長編みですねに、鎖編みを2目して最初の鎖編みの裏山に引き抜きます。1,2最初の細編みの鎖編みの裏山、ポコって上に上がってるので針を入れて引き抜きます。そしたら次、中長細編みかけて中長細編み編んだら、また中長長編み長編みを編みますね。中長長編み長編み、たら今の長編みのところにまた鎖編みを2目で、最初の鎖の裏山を拾って引き抜きますね。そしたらまた中長細編みと編みます。中長細編み編んだら、次が中長長編み中長2回ですね。今回中長長編みで、また長編みのところに鎖編み2目して最初の裏山を拾って引き抜きますね。そしてまた中長細編み引き抜き、中長細編み引き抜きと編んでいきます。中長細編み最初の目鎖編みの目に引き抜きます。そしたらあと 片側もう一回編むので、鎖編みを2目、そしたら、引き抜いた目のところに引き抜きますね。 この目ですね、引き抜きますね。糸を巻き込みながら隣が細編み、次が中長、中長を編んだら、次長編みですけど、最初の長編みでまた鎖編みを2目します。長編みで、この時に2目して後ろの山を引き抜きます。で、もう一回長編み、
そしたら中長、中長ですね。中長、中長、細編み。ここまで編みました。で、また中長、長編み、長編みですね。最初長編みした時にまた鎖編みを2目します。中長、長編み、鎖編み2目、裏山をすくって引き抜く。で、もう一回、長編みですね。長編み。そしたら今度は中長編み。中長編み。細編み。中長編み。中長編み。長編み。最初長編みしたのでまた2目。裏山をすくいますね。でもう一回長編み。長編み、中長編みで3目細編みですね。1、2、最初の細編みですね。2細編み。こんな感じで葉っぱができました。感じですね。糸をカットしておきますね。そしたらですね、この糸を両方とも糸始末をこの中心のそばのところをぐるぐる糸がなくなるまで糸始末をしてきます。こんな感じで糸始末をしますよね。そしたらですね、中心にワイヤーですね、ワイヤーをこうボンドで貼り付けて、仕上げるんですけども、このワイヤーはですね、22番のワイヤーに同じ糸をこうボンドでね縫ってから巻きつけて、こんな感じで仕上げてます。だからもしワイヤーがなければ、糸始末をする糸ですね、糸を長めにしてもうこの辺をねぐる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 こう糸始末をするとある程度こう葉っぱがねぐにゃんってならなくなるので、ワイヤーがない場合ですね、そんな感じで、葉っぱの中心を糸始末何回もね糸始末をされるとしっかりした葉っぱになると思うんですけど、今回はね私はこんな感じでワイヤーを使いました。で後ろに貼り付けて、で花の軸ですね、花の軸も、鎖編みをこの自分の花のこの長さに花の大きさに応じてね長さは決められていいと思うんですけども、ちょっとね軸を太くしたかったので2本取りで編みました。鎖編みを2本取りで編んで引き抜きでねこう戻ったんですけど、まあ、これが 0.4 ミリ、幅が 0.4 ミリぐらいかな、4から5ぐらいあるんですけど、これもね後ろにワイヤーをねこんな感じで、巻きつけたの、糸を巻きつけたのをねボンドで貼り付けています。それから最後ですね、この花の裏ですね、裏にこんな感じで見栄えよくしたいので円編みで6目の円編みで1234段ですね、4段編みました。でまあね編み方はよくね円の編み方があるので、1目、輪の中に6目ですと次の2段目は12目倍ですね。で
3段目も6目増やして18目、4段目も6目増やして、24目で、こんな感じで円を編みました。これをね、今からつけていこうかなと思います。こんな感じで、最初軸からねつけていこうかなと思います。まあ、円の中心に当てて、まつっていくだけですけどね。意外とワイヤーを先につけたからしづらいんですけども、ワイヤーは後でした方が良かったかもしれません。こんな感じでワイヤーの縁をこう花と一緒、お花のピンクのところをねすくいながらくっつけていきます。ここをね縫い付けたので、まだちょっとグラグラするので、一応ボンドでね補強しておきたいと思います。ボンドで補強してからですね、次はこの後ろのちょっときれいにね隠れる部分ですね、これを当てて、まつってもいいですけど、ボンドでねくっつけられてもいいと思うんですけど、ちょっとまつってみます。花びら1枚だけ拾ってもちょっと不安定なので、グッと下までこう下の方にグッと差し込んでね、針を差し込んでからまつった方がいいと思うんですけどね。ここはもうこんな感じで祭りましたね。こんな感じでつけたので、あとはこの葉っぱですね、葉っぱとこう合わせてボンドでねつけようかなと思います。で、葉っぱはですね、後ろにワイヤーをつけてるので、こう斜めにもできるので、ワイヤーをつけた方がですね、
自由にこう葉っぱの向きを変えられると思います。こんな感じでね、あとはこの後ろにボンドをつけてね、葉っぱと茎とくっつけたいと思います。この茎のね、ちょうど半分ぐらいのとこから下にボンドを塗ってるんですよね。でボンドをすぐ塗ってつけても つきにくいので、ちょっとしばらくね、何分か経ってます、この状態で。で今からね、これをただ合わせて、下をこんな感じで合わせて、葉っぱと茎をねこんな感じで合わせます。こんな感じでね、くっつきましたね。かわいいですよね。立体 あのガーベラのね、お花を編んで、茎と葉っぱもこんな感じでつけました。これをね、後ろにこうブローチピンとかつけられて、まあキーホルダーでもいいですしね、お好みでつけてもらえたらいいと思います。こんな感じで今回はガーベラのお花と葉っぱを作りました。こんな感じですね。では今日はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。